ホーム前景ホーム前景駅ホームに飾られている土木、学会技術賞受賞記念モニュメント三沢、上町駅は神奈川県横浜市神奈川区三沢上町にある横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B22。あざみの湘南大方面の2カ所に設置されていたレリーフの後国道1号横浜新道の豊か県寺交差点の直下にある。 周辺は戦後に開発された新興住宅地で、かつては横浜市エートルリーバスの三沢上町停留所があった。三沢公園の最寄り駅で改札口は地下1階に、プラットフォームは地下5階にある。三沢下町駅と同様に開業当初はプラットフォーム上の縦高壁面にレリーフ、三沢公園が設置されていたが、現在は トンネル補修のため塗りつぶされている。地名から取ったものだが、地名は、三津沢上町のため地名と読み方が異なる。相対式二面二線の地下駅であり、ホーム部分は地下5階に位置する。極めて扁平な特殊大断面トンネルで、南無広報を用いて建設された。駅が深い深度にあるため、出入口からホームまで少し急いでも2分近くかかる。 開業前の1984年5月30日に土木学会より横浜市営地下鉄地下鉄駅部大断面トンネルの建設で技術賞を受賞したためホームには記念のモニュメントが飾られている。隣の三沢下町駅との誤認を防ぐために壁の色を緑にしている。上表の路線名は旅客案内上の名称で記載している。 2020年度の1日平均乗降人員は1721人である。近年は増加傾向にある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。最寄りのバス停留所は国道1号上にある三ツ沢上町駅前であり、横浜市 A バス神奈川中央交通によって運行されている。ありがとうございます。